高県城は、武蔵国引劇軍に存在した、中世の日本の城、四つ山城とも言われる。東武東上本線小川町駅の約 3.5km 北方、引劇丘陵際北部の丘陵部、四つ山に築かれた山城である。山頂部全体を城郭化しており、南北約 174m、東西 54m に広がる。北から三の角、二の角、本丸が並ぶ。 本丸は三領最高部であり、現在は四津山神社が建っている。北側が絡め手口、南側が大手口とみられる。追記時期は不明。ただし、青木家家府に、自称四年青山城主、青山宇治久灰家の石井黒衛門聖光が居住したとある。これが城の始めとみられる。戦国時代に入ると、長京元年没の増田史郎重富がここに。 居住したと、新編武蔵風土気候にあり、増田氏が城主であったらしい。その後、山内上杉氏法の属上、八方城の市場となっていたとみられ、長京2年の大木谷上杉氏、山内上杉氏が戦った貢献が厳滑戦で、この城は、東側の今一大地に陣取った三内上杉方の背後を守る役割を果たしたと考えられる。また、 明王三年の第二次貢献が厳格戦でも、この城は使用されたとみられる。ただし貢献上での戦いの記録はない。ありがとうございます。